まあ、あの天気予報を見て風の影響は確実に今日のゲームはあるっていうところで、まあ、選手たちがある程度割り切ってやるところと自分たちが今まで貫いて戦ってきた姿とっていうのをこうミックスしながら選手たちがやっぱり、まあ、この37試合の中で成長した部分を今日のゲームにしてくれたかなというふうに感じています。まあ、大変難しい環境の中で選手たちは今週やっぱり何が一番大事かっていうものを考えて戦ってくれましたし、この1年の成長度合いっていうのは彼らが素直で前向きでひたむきであるからこそ今の結果がついてきてるんではないかなというふうに感じます。そうですね、あとはまあシュートも少なかったですし、守る時間がやっぱ多かったのは富山の本当に力っていうのは G3 で優勝してもおかしくないチームなので、そういう力のあるチームに対しても粘り強く辛抱強く八戸っていうチームのカラーを見せつつも今年磨いた攻撃っていう部分を見せてくれたかなというふうに思ってます。まあ先ほどロッカールームで選手たちに言ったのは残り3試合僕も悔いを残さないように戦うので、みんなも悔いを残さずチャレンジし続けてくれということを伝えました。以上です。